大高城は、尾張国地多群、大高村にあった、日本の城、桶狭間の戦いの前哨戦として、当時、今川義元の配下であった、松平元康が、兵糧入れを行ったことで名高い。現在は、国の史跡に指定され、公園として整備されている。追記年代は、はっきりしないが、時より康が、尾張神であった。南北長期には、池田より忠が上司を務め、 永承年代には、花井美中神や、水野ため義とその息子の忠盛が居城したことが伝えられている。天文年間も引き続き水野氏が治めたが、織田信秀の支配下にあった。天文十七年、今川義元の命で、野野山政権がこの城を攻めたが、落とすことができず、政権は戦死する。しかし、信秀の死後、息子の織田信長から離反した成海城主、 山口京次の調約で、大高城は、靴掛城と共に、今川方の手に落ちる。この脅威に対して信長は、丸根取りで、和室取りでを築き、大高城に圧力を加える。A62 年、朝日の明勝が吉本の命を受け抱いた家城の守りに入る。翌 A63 年には、大高城の包囲を破り、そのまま、宇戸の長照が守備についた。5月18日夜には、 大高城に松平元康が兵糧を届け、長将に代わり、元康が城の守備についた。やがて信長の攻撃による吉本の死を確認した、元康は岡崎城に引き下がったため、大高城は再び織田家の領土となった。間もなく、廃城となったが、終わり藩家老の清水家が、源那二年に、ここに館を設けてから、代々住むようになった。この館も、 明治3年に売却された、史跡、大高城市の非常山八幡社昭和13年に、国の史跡に指定され、現在は、大高城市公園として整備されている。かつては二重の堀が張り巡らせてあったというが、現存する主な意向は、本丸及び二の丸のルわート、それらの間に存在する土橋と空堀などである。また本丸住みの一段高くなった区画には、城山八幡社と、 明治40年に建てられた城址碑がある。近辺には、工事2年に、大高城主、水野大善が、父の水野忠志氏を弔うために建てた、総当州寺院、春絵院がある。国指定文化財等データベース。文化庁。2012年8月4日閲覧。ありがとうございます。